いガジェマルです。今日はガジェマルさんに代わって僕がお得なスマホを紹介していきます。 Y モバイルからシークレットセールのメールが届きました。たまにこういったお得なメールが来るので、 Y モバイルのメールはすぐにゴミ箱に入れずにチェックしてから捨てましょう。メールの内容はというと、今ホームページでも投げ売りしている元 G53Y5G 型車からの乗り換えで一括1円、アクオス、ビッシュさんも一括1円、あとはピクセル 8A は値段がメールには載っていないけど、 Y モバイル、ヤフー店のホームページと同じ値段になっています。他にはピクセル 7A やリベロフリック、オッポ、A79 など、Y モバイルはお得なスマホがいろいろあります。それで、今回おすすめなのが、シークレットセールの iPhone12、ソフトバンク認定中古品です。64GB が一括で 21,240 円と激安です。それに 128GB も一括 24,840 円とかなり安くなっています。中古ショップで有名なイオシスの値段を見てみると、ランク B でも 39,800 円とまだまだ高いです。 Y モバイルの iPhone12 の一括 21,240 円の条件は、他社からの乗り換えと初月のプランが M プランとなります。翌月に維持費を抑えるために S プランへ変更するのも問題ありません。今のところ在庫はホワイトが 64GB のみ、ブラックが 64GB と 128GB となっています。注意点はソフトバンク認定中古品となるので、軽微な傷やバッテリー残量が 80% 以上となっています。そこは注意してください。以前にもガジェマルさんは Y モバイルでソフトバンク認定中古品の iPhone12 を購入しましたが、側面の少しの傷とバッテリー最大容量が 89% のまあまあの当たりを引くことができました。中古品は当たり外れがあるので、そこはご理解いただいて、 iPhone12 の投げ売り興味あるという方は Y モバイルからメールが届いていないか確認してみてください。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録&グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。